は少し早く退勤した。新しくオープンする例の店に行くために。久しぶりにモノレール乗ったな。沖縄モノレール何年ぶりかな。沖縄は車社会だからな、なかなか乗る機会ないわ。おお、もうこんな時間か。食べ物を考えていたら急に腹が減った。時間や社会にとらわれず幸せに旅をすると、彼女はしばらく自由になり、自由に違いない、誰にも邪魔されずに旅に行く行為、この行為こそ現代人に平等に与えられた最古の癒しと言えるのだ。こっちかな。赤峰駅、この辺ほんと久々すぎ。すっかり変わってるんだろうな。おお、何でも買います。漫画倉庫健在。昔 CD とか服とかめっちゃ売ってたの、懐かしいわ。ほう、隣にはベッカムもできてるんだ。商売繁盛してよかった。おお、なんかいい感じの店発見。鳥と焼き鳥屋さんかな。なんか炭火の香りもプンプン。ダメダメ、今日はあの店に行くって決めたからな。おお、新しくできたお店かな。ビール専門店。帰りの道の一杯、ここも雰囲気良さげ。食べ飲み放題もあるんだ。いやー、こんなにいい感じの店が続くとは。この辺り、ここも健在か。懐かしい、昔会食でよく来てたんだよな。また近いうち一杯一緒に来てみようかな。やっと着いた。今日の目的はここ、沖縄初上陸、ベイビーフェイスプラネッツ。なんか一歩進むたびにアジア感が増すな。インテリア凝ってる。想像してたより異国情緒あふれていい感じ。とてもいい感じだ。東南アジアリゾートで果たしていかに。ドリンク種類すっご。どれにしようかな。マスクメロンとピーチ。こだわり感素敵。珍しいのたくさんあるから飲んでみよう。注文はやっぱりタッチパネルか。最近の店大体こうだな。何もかも美味しく見える。昼はラーメン食ったからひとまず麺類は外して、私は今腹何分目なんだ。サラダ、サラダでこんなに選択肢が。幸先いいな。生春巻き、揚げ物、アヒージョ。待て待て、ここは一体何料理専門店。オムライス、そうだオムライスだ。すみません、とりあえず生一丁ください。今日一日頑張ったな私。乾杯。キャー、ビールうま。このために生きてる。
結構ボリューミーなオムライスだ。おしゃれなオムライスを食べるのも結構久しぶりだな。量もすごいし、卵ふわふわ、うまっ。うまい。さすがエベレストオムライス。これほんと一人前？トッピングの唐揚げ、オムライスに唐揚げって見たことない組み合わせだけど。おいおい、親子丼ではないんだぞ。おいしい。オムライスにも唐揚げが合うんだ。やばいぞ、何でもあるから注文したくなる。食欲暴走。次はファミレスの定番で攻めてみようか。ハンバーグステーキに目玉焼き。こうきたか。黄身の黄色にたっぷりつけないとね。どう見てもうまいでしょこれ。肉肉って感じ。肉汁ホロホロではないけど、肉肉しさ満点の満足度高いオリジナルハンバーグ。最後はアジアンフードにしてみようか。アジアンな雰囲気でアジアンな料理、きっと美味しいに違いない。ビールにはやっぱりチキンでしょ。期待通りのしっとりチキン、スパイシー感も本場顔負けですな。頼まなかったら後悔するとこだったわ。これはたまらん。やっぱり女子力高い女子は可愛いもの食べてるんだな。めっちゃインスタ映え。よし、私も食べてみよう。かわいい。デザートまで解決できてしまうなんて。しかもミニサイズとか気が利くわ。これに決めた。来た来た、めっちゃ可愛いやん。フルーツゴロゴロ贅沢パフェ。パフェ食べるの何年ぶりかな。可愛いパフェでめっちゃテンション上がっちゃう。いただきます。うまっ。バナナ生クリーム最高。フルーツのビタミンまで体にしみる。オムライスを食べてハンバーグチキンデザートまで全部食べきってしまった。美味しかった。ごちそうさまでした。いやー、今日も食った食った食った。お腹いっぱい、幸せいっぱい。また明日もうまい飯を当てに頑張れるぞ。안녕하세요, 잠문여행입니다. 오늘 둘러본 곳은 2023년 2월에 오키나와에 첫 상륙한 따끈따끈한 레스토랑 베이비페이스 플래닛입니다. 일본 본토에서 시작된 체인 레스토랑으로 30여년의 역사를 가지고 있으며 매달 조금씩 진화하는 메뉴로 유명한 가게입니다. 일본의 패밀리 레스토랑이라고 보시면 되고, 전체적으로 양이 많으니 여럿이서 하나씩 시켜 여러가지 맛을 봐도 좋을 것 같습니다. 디저트는 미니 사이즈가 있어서 좋았는데 미니 사이즈도 꽤 양이 많아서 일반 사이즈는 도대체 얼마나 클까 걱정이 되는 사이즈였습니다. 오키나와 모노레일 아카미네 역에서 도보 5분 거리에 있고 주차장도 있으니 오키나와 여행 때 한 번쯤 들려보세요. 발리섬에서 보내는 휴양의 느낌을 제대로 받으실 수 있을 겁니다. 오늘 영상은 여기까지고요. 또 다른 일본 여행 영상으로 돌아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.